アウグスタはイタリア共和国シチリア州シラクーザ県にある都市であり、その周辺地域を含む人口約3万6千人の基礎自治体。シチリア島東,東岸イオニア海に面した港湾都市でイタリア有数の貿易港を要し、県内第2位の小麦人口を持つ。イタリア語以外では以下の名称を持つ。中世にはアウグスタのほか、アゴスタの名称で呼ばれた。 シラクーザ県北部のコムーネでイオニア海に面する。アウグスタの旧市街地は島に位置する。16世紀に地境を改札して島にしたもので本土との間は日本の橋で結ばれている。アウグスタには2つの港がある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。アウグスタには以下の分離集落がある。この町の付近には古代ギリシャ時代に ドーリア人の築いた植民都市メガラヒュブラヤがあった。現在の都市は1232年、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世によって建設された。フリードリヒが自らに反対したチェントゥーリペやモンタルバーノの都市を破壊したのに代わって建設したもので、フリードリヒはこの都市をオーガスタ・ベノランダと呼んだ。アンジューシチリア家のカルロ一世による統治を経て、 アラゴン系のシチリア王国の領土となった。1392年以降は、門下だけのギジェルモライモンド2世の所領になった。1560年に王領に戻り、オスマン帝国の海賊に備えて要塞化が図られた。1676年には、近海において、オランダ・スペイン連合軍とフランスとの海戦が行われた。1693年に、町は、大地震と津波によって、 大きな被害を受けている。第二次世界大戦の後半、連合国軍によるシチリア侵攻作戦が行われたが、アウグスタは1943年7月13日に、モントゴメリー将軍率いるイギリス第8軍によって上陸、占領された。アウグスタ港はイタリア有数の港湾である。港の近くにはエクソンモービル社の製油所がある。ありがとうございます。